公開練習で俺のヤバさを見せてるから期待してる。今回はもう本当に肘で相手をぶった切ってやろうかなって思ってるんで、ついに見せる時が来たなっていう肘を見せるぞ。みんなに見せる時が来るんじゃないのかなと、俺の肘を。前回そうやっておっしゃっていましたけど、肘見れなかったんですけど。バカにしてんの。ちなみに今回入場曲はもちろんハイパーヨーヨーの。すね、来ると思ったんだよ。今日ちょっと持ってきたんですよ。こうエルレガーデン。西川ちゃんと間違えないように。8曲目。ハイパーヨーヨーにはもうリスペクトはしてますけどね。あいつらにあるわけないだろ。二度と来るなっていう。